なので、ね、バイバーって大きな声で言ってみてください。おー、バッチリ聞こえてます。いや、普段はね、大人の方にしてもらうんですが、今日はね、小さなお友達に、ね、頑張ってもらいましょう。じゃあ今度はね、拍手してみようか。拍手と大きな声で言うとね、泉ちゃんがパチパチ手を叩いてくれます。行ってみて。おー、バッチリ。よし、お友達もね、言いながら手でね、しっかりこうやって合図してくれたので、泉ちゃんすごくわかりやすくてね、いい練習になってます。よし、じゃあ最後は、じゃあ泉ちゃん、せっかくだからちょっと毎日頑張っていること見てもらおうか。じゃあね、お腹を見てるので、大きな声でね、腹筋って言ってください。あ、そうそうそう。これがね、しっかり泉ちゃんに聞こえたら、泉ちゃん腹筋してくれます。ちょっとこっちに来て、泉ちゃんのね、この耳元の方に言ってあげてください。じゃあ、じゃあ行くよ。せーの。練習なのでもう一回お願いします。せーの、あー、頑張りました。このまま連続で、はい、4回、5回、よし、ありがとうお友達、いい練習になりました。皆さん、お父さんとお友達の大きな拍手をお願いします。お次、ありがとう。一生懸命頑張ってくれて、泉ちゃんもね、いい練習ができました。普段もね、ちょっとしないことではあったんですが、この練習の時間を借りてですね、一緒に頑張りましたよ。よし、泉ちゃん、めちゃくちゃやり残したことはどうですか？何かありますか？何するなるほど、いいアイデアだね。じゃあ頑張りましょう。最後ですね、皆さんに泉ちゃん、プレゼントということでした。泉ちゃんのプレゼントね、どこに飛んでいくか分かりません。皆さんですね、両手を前に出してもらって受け取る準備お願いしていいですか？そうなんですか。よかったらお願いします。ありがとうございます。さあ、それでは泉ちゃんから感謝の気持ちを込めて、はい、キッス。さあ、皆さんにプレゼントしっかり届いたでしょうか？さあ、以上でですね、泉ちゃんのお稽古タイム終了となります。寒い中、最後までの温かいご声援、誠にありがとうございました。それではここからは生物のふれあいタイムのお時間です。その前にいくつか注意事項がありますので、皆さんはそのまま座った状態でお待ちください。さあ、左